アートマス・ウォードはアメリカ独立戦争中の大陸軍少将で戦後はマサチューセッツ終戦室のアメリカ合衆国会員議員となった人物である。後にアメリカ合衆国大統領となったジョン・アダムズはウォードを表して軍隊と国からあまねく尊敬され愛され信頼されたと語った。ウォードは軍人としてよりも政治家としての力量が認められている。 ウォードは1727年マサチューセッツのシュルーズベリーでネーハムウォードとマーサーウォードの子供として生まれた。ウォードは7人兄弟の6番目であった。ネーハムウォードは船長、商人、土地開発業者、農夫、弁護士、法学者として広い経歴を持ち成功していた。アートマスウォードが子供の頃は公立学校に通い、また兄弟姉妹と共に 同じ家庭教師の授業を受けていた。ウォードはハーバード大学を1748年に卒業し、短期間そこで教鞭を取った。1750年7月31日、ウォードはグロートンの牧師キャレブトローブリッジの娘サラ、トローブリッジと結婚した。若い夫婦はシュルーズベリーに戻り、雑貨屋を開いた。次の15年間に8人の子供を設けた。 1751年、ウォードは、ウースター軍の判事補佐官に指名された。これが役人としての経歴の始まりとなった。1752年には、治安判事に選ばれ、植民地議会で最初の任期となった。1755年、民兵組織が再編され、ウォードは、ウースター軍出身者から構成される、第三連隊の少佐となった。第三連隊は、 マサチューセッツ西部の辺境で守備兵として勤務した。それからの2年間は軍務と議員の職を交互にこなした。1757年にミドルセックス軍とウースター軍を合わせた第3連隊の大佐となった。1758年、第3連隊はジェームズ・アバークロンビー将軍の指揮でタイコンデロがトリデに向かった。この攻略戦はイギリス軍の大敗となったが、 ウォードは、石粒手の攻撃にあって、怪我をし、局外に置かれていたために助かった。1762年、ウォードは、シュルーズベリーに戻って、軍裁判所判事に指名された。議会では、サミュエル・アダムズや、ジョン・ハンコックと、同じく税務委員会に所属していた。政府の立法に対する、発言権は、ジェームズ・オーティスに次いで2番目だった。この議論の場で、 ウォードが目立ったことが、知事のフランシス・バーナードの注視するところとなり、1767年のウォードの軍務を取り消すことになった。1768年の選挙では、バーナードがウォースター軍の投票結果を無効にし、ウォードを議会から締め出したが、ウォードは黙ってはいなかった。革命の機運が高まってくる中で、1774年10月3日、 第三原体の兵士が大量にイギリス軍への奉仕をやめた。それに続いて兵士たちはシュルーズベリーに向かい、ウォード大佐に全員一致で彼を指揮官に選んだことを告げた。その月遅くに知事は議会を解散した。マサチューセッツの町々は植民地全体にわたる安全委員会を組織して応じた。委員会の最初の行動は植民地民兵の将軍にして、 最高指揮官にウォードを指名することだった。1775年4月19日の歴史ントンコンコードの戦いに続いて反乱軍がイギリス軍をボストンに追い詰め、ボストン包囲戦が始まった。当初、ウォードは病床から軍隊を指揮していたが、後にケンブリッジの作戦本部に移動した。間もなくニューハンプシャーとコネチカットの暫定政府がウォードを指揮官に指名し、 合意軍に加わった。この時の王ォードの任務は軍隊の組織化と軍需物資の調達に奔走することになった。5月にイギリス軍の増援部隊が到着し、6月にはイギリス軍がバンカーヒルを攻撃する計画であることを知った。ウォードはそこを防衛することとし、1775年6月17日のバンカーヒルの戦いとなった。この戦いの式は、 イズラエル・パットナム将軍とウィリアム・プレスコット大佐に委ねた。その日のことで、ウォードが英雄的な立場にあると人々が認識する一方で、ウォードは防衛のための弾薬が不足していることに気を揉んでいた。大陸会議が開かれ、大陸軍を創設することになった。6月16日、大陸会議の決議でウォードは少々に任命され、ジョージ・ワシントンに次ぐ指揮官となった。 次の9ヶ月間、ボードは集められた民兵を大陸軍に組み込むことで追われた。1776年3月17日、イギリス軍がボストンから撤退し、ワシントンは大陸軍の主力を率いてニューヨーク防衛に向かった。ボードは1776年4月4日に東部方面軍の指揮官となった。ボードはその地位に1777年3月20日までとどまり、 健康が悪化したために軍隊を退役した。ボードは従軍中も1776年と1777年に州の判事を務めていた。1777年から1779年の間、マサチューセッツの執行委員会議長であったが、これは実質的な知事職であった。1779年から1785年までは州議会大議員に、 毎年選出された。1780年と1781年の大陸会議では集団票として出席した。1785年にはマサチューセッツ州会員の議長となった。1791年と1795年の2度、アメリカ合衆国会員の議員に選出された。アートマスオードは1800年10月28日。 シュルーズベリーの自宅で死んだ。意外は、皿の眠るマウンテンビュー墓地に埋葬された。ウォードのひまごのアートマス・ウォードは、1911年出版のグローザーズ・エンサイクロペディアの著者である。ウォードサークルとは、ワシントン DC の北西、ネブラスカ大通りとマサチューセッツ大通りが交差する地点にある、ロータリー式交差点である。ウォードサークルに接する参方の土地は、 アメリカン大学の所有である。このサークルの中にアートマス、ウォードの銅像が建っている。アートマス、ウォードのひ孫がウォードを称える銅像を建てるという条件でハーバード大学に100万ドルを寄付した。1927年にハーバードが銅像建立に提案したのは5万ドルに過ぎなかったが、銅像には十分でも将軍を馬に乗せるには足りなかった。 銅像は1938年に完成した。今、サークルの中に入る歩道がない。銅像の台座には次のように刻まれている。アートマス・オード1727から1800、マサチューセッツに生まれ、ハーバードを卒業、判事、議員、大陸会議1780から1781の大議員、軍人、愛国者軍の最初の指揮官、アートマス。 ウォードの修正の住家は彼の父ネーファンがアートマス・ウォードが生まれた頃に建てたものである。この家が今でもアートマス・ウォードハウスとして残されており、ハーバード大学が博物館として保存している。マサチューセッツ州シュルーズベリーのメインストリートにあって下記の特定時間のみ公開されている。アメリカン大学は主キャンパスの建物にアートマス・ウォードの名前を残した。 ありがとうございます。